爪肢も、骸骨腫は、主に指跡抹節骨先端に発生する、良性腫瘍。手や足のつま先の下部に、しこりができ、爪が隆起するのが特徴である。正常骨組織からなる、良性腫瘍の一種であり、一般に転移することはない。腫瘍は、骨から伸びるため、X 線撮影をすると、あと先の骨から突出するような別の骨を確認できる。 痛みは感じないことが多いが、放置すると爪が変形し、場合によっては、疼痛が伴う。ことさら第一子において発生しやすい。患者は10代に多く、男女別では女性に多い。初めて報告されたのは1817年のギオーム・デュプイトランによるもので、以降欧米で多く症例が報告された。日本においては、 比較的稀な疾患と言われており、1989年まで日本国内で報告されたのはわずか160件にも満たなかった。同じく爪付近にできる良性腫瘍としてグロムス腫瘍が挙げられるが、爪腫も外骨腫と違いグロムス腫瘍は強い痛みを伴う。爪腫も外骨腫は病理組織像により概ね2種類に分類される。一つは、 骨軟骨種型であり、ガラス軟骨組織を有して、骨組織へ移行する組織像が特徴である。もう一方は、繊維性骨化型で、繊維性軟骨あるいは繊維性組織より骨組織へ移行する組織像が特徴である。一般に、繊維性骨化型の方が多いと言われている。原因については、諸説あるが、機械的な刺激を原因とするのが最も有力である。 後発部位が靴による刺激を受けやすいことからハイヒールを履く女性に発生しやすいという報告がある。ただし外傷がなくても自然発生することもある。一般に爪しも骸骨種の自然治癒は期待できない。したがって手術により腫瘍を摘出するのが唯一の治療法である。ただし稀に再発することがある。ありがとうございます。